けなしで9月入って負けてなかったんですか。負けなしで行ったんですよね。負けなしで行ったんですよ。で一気に3つマジック減りましたしね、うん、広島と直接対決の時に途中だから10から7っていう。そうそうなんですよ。おかしいマジックの。えこれなんでって、なんでって直接対決で阪神が勝ち越してなんか数字上、うん、なんか3つ減るようなことがあるらしいですね、うん、でも一気ですよね。やっぱみんな甲子園で優勝あ決めたいっていう監督が思ってたみたいですね。やっぱりあのやっぱ、うん、僕らの85年の甲子園で優勝できませんでしたしね、うん、監督自身も甲子園のファンの前でという気持ちはあったみたいですよ。ダメを舐めながらパインアレ、パインアレ、パインアレってなんかパインアレです。になんか商品になったの。高木さん、はい、売り切れですよものすごい経済効果ですね